政治家女子48党ショップっていうのかな、はい、ショップをちょっと作りたい。で、もともとチューナーレステレビを販売するお店っていうか、皆さんに見てもらいたい。僕はもうチューナーレステレビで NHK をぶっ壊すことに今一番のエネルギーを注いでるので、チューナーレステレビとは何ぞやっていうのを体験してもらったり、実際にそこでチューナーレステレビを買ってもらったりとか、代理店の人を探したりとかっていうことをしようと思ってるんですけど、まあそれだけだとあまりにもちょっと味気がないので、そこで、まあ、彼女たちが入れ替わり立ち替わり店員さんとなってですね、何をしたらいいかなと思ってるんですけど、まあ普通に今勝手にっていうか、僕は勝手に店長を占めた高野さん、あ、店長になることになりました高野です、よろしくお願いします。え、なんかもう触れ合い、なんか私たちを知ってもらうのと、それと知ってもらってチューナーレステレビのことも知ってもらってっていう触れ合いの場を作りたいなっていうことを思ってるので、さっきおっしゃった政治家女子ショップみたいな感じになると思います、ね、はい。だからまあとりあえず箱が欲しいので、箱っていうかそのみんながね、そこに出勤して皆さんと会える場所を欲しくて、まあ特に都内23区だったらめっちゃありがたいんですけど、まあ東京都だったらそこまで贅沢は言わないかなと思います。不動産屋行って探してこいっていう声もあるんですけど、嫌われてる自覚があるのでどっちかに本当にブレるんですよ。もう立花さんだったら半額でもいいから貸してくれるっていう人もいれば、もう絶対立花さんの関わりには行きたくないっていう、これ政治してたら多分、これは別に自民党であっても共産党であっても一緒です。政治色があるとダメっていうのがあるので、まあせっかくなので、もちろんタダでとは言いませんので、相場ぐらい のお家賃はちゃんとお支払いしますので、まあできれば1階の方がいいけど、ダメやったら2階とか3階でももちろんいいので、政治家女子48棟ショップなのかな、あれ AKB は何か、カフェかカフェの方がいいんじゃんですって。だから みんながあれでしょ、メイドの格好するかどうかは別にしてアイドルの格好するかどうかは別にして、だから今日の出勤は誰ですとかで書いとけば一番いいよね。でもちろん僕も出勤します。出勤というか立花と触れ合える立花と話ができる時間とか、もちろんね、今そこに隣に来てくれてますけど、浜田参議院議員とか斉藤参議院議員と触れ合いますとか、逆にこの人と会いたい、ね、今カメラ撮ってくれたのはオチ君なんですけど、オチ君と会いたい。意外にここで人気なのね、牧原君なのよ。牧原君結構ね、意外にファンがいて、いる政見放送で一言も喋らなかったね彼。それで、え、牧原さんですかみたいな感じでたまに言われてるので、だから分からないね、どのキャラが必要なのか。だからこの人に出勤してほしいみたいなのもね、まあ、もちろんホームページも作るので、ぜひね、政治家女子48棟カフェでいいね、はい、はい、でどんなことしてほしいのかも含めて、うん、概要欄に書いておいてもらえれば、概要欄にコメント欄かに書いておいてもらえ、とにかく箱を誰か貸してください。よろしくお願いします。はい、最低でも、はい、どれぐらいかな、ちょっとあんまり小さいと寂しいからね。そうです ねどれぐらいだろう、30じゃ足りない、わかる、何席とか40坪は欲しいさすがなとは思ってます。はい、はい、全然予算は月100万でも200万でも用意しますので、ちょっと店舗貸してあげようっていう方いらっしゃれば、よろしくお願いします。よろしくお願いします。